どうも、山津でございます。本日はですね、ボクシングの豆知識の動画を、上げていこうかなと思います。ボクシングにはですね、いろいろと、こう、協会とか団体とか、あります。まあ、キックボクシングとかね、総合格闘技に比べればかなり少ない数なんですけれども、主にボクシング関連の、団体っていうのは3つあります。1つが JBC、日本ボクシングコミッションというやつですね。それから、ボクシング協会、日本ボクシング協会ですね。まあ、その下部組織にはいろいろね、東日本ボクシング協会とか中日本ボクシング協会とかいろいろあるんですけれども、まあ、ボクシング協会、それからボクシング連盟っていうのもありますね。この3つの違いについて、ちょっと、まあ、私の知る限りお話ししていこうかなというふうに思います。まず、JBC 日本ボクシングコミッションですね。これは選手からしたら一番多分関わりがあるんじゃないかなと思います。JBC はですね、まあ、基本的には、試合とか、プロテストとかを管轄する。要は、プロボクサーであるということを認可したりだとか、そういうことをする、団体になります。まあ、例えば、プロテスト。プロテストやってるのは JBC ですね。だから、プロテストを受けようと思ったら、JBC に、要はその、プロテストを受けたいですっていう。確か書類を書くんですね。はい。で、まあ、プロテスト、合格して、まあ、選手の登録とかも全部 JBC でやります。もちろん、ジムを通してやるんですけど、全部その書類っていうのは JBC に送られます。それから、試合の認定ですね。こういう興行がやって、じゃあ、その興行に対して、これは日本、ボクシングコミッションが認可をした試合ですよっていうのは、認定するのは JBC になりますね。だから、例えば、レフェリーとか、ジャッジとか、あとはドクターとか、リングアナウンサーとか、タイムキーパーとか、そういうのを全部派遣するのは JBC になりますね。それからランキング。まあ、日本ランキングですね。日本ランキング決めてるのは JBC らしいです。これ全然私知らなかったんですけど、JBC がランキングを決めてるらしいです。それからジムの管理ね。ジムもね、結局、そのオーナーライセンスっていうのを JBC が発行して、で、オーナーライセンスがあるジムじゃないと、要はそれはプロボクシングのジムと認められないわけであって、そのオーナーライセンスを発行しているのは JBC なんで、じゃあ今年もオーナーライセンスくださいって言ってお金を払わなきゃいけないんですね、JBC に。っていう感じで、まあ大まかなボクシングを取りまとめをしているのが JBC になりますね。そして、ボクシング協会。ボクシング協会ってのは何なのかっていうと、ボクシングジムが加盟する協会になりますね。基本的にはプロのジムすべてが、加盟している、協会になるのかなと思います。で、この協会っていうのは何をするのかというと、興行とかをね、打ったりします。要は興行を打つのはボクシング協会。その興行の認可をするのは JBC っていうような感じですね。これでまあ2つの団体に分かれてるっていうような感じですね。で、まあボクシングジムの、要は会長たちの組織っていうような、イメージですね。ボクシング協会っていうのは。はい。だからなんかその、まあ私は愛知県のジム通ってるんで、ちょいちょいありません、ね、あるらしいですね。なかなか日本の、ボクシング協会の、その、会議みたいなのが、あるらしいんですけれども、まあ、そういうのは、要は、これ、ここはやるということになってますね。で、ボクシング連盟。ボクシング連盟っていうのもありますね。ボクシング連盟っていうのはアマチュアボクシングの方ですね。プロじゃないです。これはアマチュアです。なんでアマチュアボクシングの、要は取りまとめをしているのがボクシング連盟。まあ大会の運営とかですね。例えば日本ボクシング連盟だったら、インターハイ。それから国体。それから全日本選手権。全日本社会人選手権とか。まあそういうのは運営しますね。それからあとは各県のね。例えば愛知県ボクシング連盟とか、ね、東京都ボクシング連盟とかっていうのは分かれてて、そこが、例えば県予選を運営したりとかっていうのはありますね。はい。で、その県各県を取りまとめているのは、このボクシング連盟。まあ、日本ボクシング連盟と呼ばれるものが、取りまとめをしているということですね。だから、プロとは関係ないですね。ボクシング連盟ですね。で、こっちがあれですね。一時期、山根会長とかで問題になったら、このボクシング連盟の方ですね。はい。で、まあ、JBC と、まあ、ボクシング協会は、こっちはプロ。で、ボクシング連盟はアマチュアっていうような、そういう形になりますね。はい。まあ、ちょっとね。まあ、ややこしいですね。はい。まあ、ただ、まあ、プロボクサーになって、なると、まあ、一番、関係してくるのは、この JBC かなと思いますね。うん。やっぱ、プロテストとか、あとは、毎年の、
健康診断とかっていうのも、まあ全部 JBC ですし、あとレフェリーとかもね全部 JBC の人なんで、ボクシング協会の人じゃないんで、レフェリーとか全部 JBC の人なんで、まあコミッションの人ですね。なんでまあ一番なんだろうな、選手として関わりがあるのはこの JBC かなと思います。で、例えばじゃあその自分が、まあ、ボクシングの会長になりましたとかってなったら、ここは結構つながりがあるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、今回こんな感じで、またちょっとちっちゃな知識が一つ増えたんじゃないかなと、思います、ということで本日の動画は以上になります。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録のよろしくお願いします。それではバイバーイ。